ニューゲートカレンダーに掲載された子供殺しのトーマスハンターを描いた絵ニューゲートカレンダーより1748年5月13日に5歳のスーザン・マシューを殺したウィリアム・ヨークを描いた絵18世紀に描かれたものヨークは公式刑を宣告されたが結局特赦を受けたニューゲートカレンダーは18世紀から19世紀の道特号として 有名なイギリスの作品である。犯罪者たちの血塗られた記録との副題が付けられている。もともとはロンドンにあるニューゲート監獄の監視たちが月間で発行した処刑記録の官報だった。ところが、このカレンダーの題名は動用され、全く別の出版社によって悪名高い犯罪者を紹介する電気的チャップブックとして発刊されることになる。このチャップブックでは、 ソニー・ビーン、ディック・ターピン、ジョン・ウィルクス、モルカット・パースなどが取り上げられている。犯罪者の話を集めたタイプのニューゲートカレンダーは、18世紀中期にあら々あれ、1774年には五巻組に想定された本が一般的なものとなる。収められている話の多くは多分に脚色されたり、いい加減な描かれ方をしたものだったが、強烈な事件が多数収められており、 時事問題や社会問題へ言及することも多かった。ニューゲートカレンダーは聖書やジョン・バニアンの天ンド帝とともに平均的な過程ならどこにでもある本トップ3として有名となった。記事中では次のような事柄に対して一部例外は見られるものの強く反対するような言説が見られる。ある版では詐欺に対して新たな刑罰を設定するよう求める。 原説が書かれている。1824年には、弁護士のアンドリュー・ナップ、ウィリアム・ボールドウィンによって、新しい版が出版された。また、1826年には、さらに新しい版が、ザニュー・ニューゲート・カレンダーとのタイトルで出版されている。オンライン閲覧と、複数の電子書籍版での閲覧が、X クラシックスで可能。ありがとうございます。